では打って変わって NF でございます。はい、はい、NF の人たちの、インタレスト、関心事、ザ・インタレスト・オブ・アイデアリスト。このアイデアリストの人たちは興味を持っていることが、まあ、職人の人とは、アイデアリストと職人は真逆で、うん、合理主義者や守護者とはかなり違うんですけども、まあ、この表にもあるように、はい、学校ではアットスクール、学校では理想主義者 NF の人たちは典型的に文学や人文科学の授業に惹かれ、商業や科学の方には惹かれないと。一部は芸術や工芸に手を出すことがあるが、それをロマンチックに考えることがあると。あ、テクニックじゃないと、ね、はい、ロマンチックな方向だと。今そうやって言いましたもんね、さっき。表現だと、はい、心の現れなんだ、発露なんだと、はいはい、それにただ長く取り組んで熱心なアマチュアレベルを超えることは稀だと、うん、なるほど、うん、テクニックで見せるのは難しい。テクニックを磨こうという気がないって話じゃないですか。うん、それはそういうふうなんだと思います。はい、はい、彼らは早い段階から士気向上に心を奪われており、うん、新しい技術を習得したり監視的な道徳を発展させるすることにはあまり興味を持たないと、うん、新しいテクノロジーについては学ぶことに夢中になるどころかそれを嫌うことさえあると、うん、仕事では外交的なスキルを生かすために道具や資材、システムといったことではなく人事業務に従事することが最適であると、うんうん、ではこの理想主義者の文学史記人事に対する興味を考えていこうと、うん、やっぱ書き方がちょっと変わってるんですよね、はい、書くタイプで、はいはい、この辺もなんかさすが INTP のカーシーさんと思ってます、うんうん、人に合わせて書かねば、はい、っていうシステム、まあ、分かりやすくじゃないですか、はいはい、でエデュケーショナルインタレストインヒューマニティーズ、人文科学への教育における興味、まあ、なんとなく日本語を受け取ってください、はい、変だなと思っても、はいはい、ほとんどの理想主義者 NF は買い物売り物、まあ、これは商業ってことですかね、にあまり興味を示さず多くは自然科学のキャリアを追求しないと。一部は美術に挑戦することもあるが通常それほど忍耐力がない場合が多いと。彼らは真の得意分野を人文科学の研究や教育、または一般的にはアイデアを言葉を通じて伝える職業に見出すと。 NF の人は言葉と一緒に働くことを好み、うん、人と直接的または間接的にコミュニケーションを取る必要がありますと。彼らはその分野で輝く人々の中で詩的な感性を持って流暢に話し、うん、書くことがあり文学の優れた生徒教師になることがよくあると、はい、僕今デザイン会社に勤めてるんですけど、はいはい、まあ、人がどんどん減っていって、はい、社長が、はいはい、モチベーションをなくし、はい、俺が継ぎますよ、はい、みたいなことを言って、はい、じゃあ俺もうちょっと頑張るよっていう話をしてるんですけど、はい、あんまりやっぱ熱心になってないんですよね仕事に。やっぱりね僕こっちばっかりをね、はい、どげんかせんといかんって思ってる僕がいます。喋、はい、りたいんですよ、まあ、だからあの会社だとしても人事なんじゃないですか、はい、人をそっちか、はい、うまいことこうじゃあ早く入れないといけないですね。人々の士気を高めて、はい、みんなが一致団結して何か目標にみたいな。僕がデザインとコピーを書くんじゃなくて、はいはい、僕がデザインとコピーする人をたくさん入れて働けってやった方がそう、ちょ、いいじゃんみたいな感じで持ち上げていくみたいな。頑張って頑張ってってそっちなんじゃないですか。でも会社ってそういうことですもんね。はい、そういうことだと思います。あ、そういうことっていうか、まあ、それぞれだとは思うんですよね。そう、得意分野をそれぞれの人を持ってきて、そうやって持ち上げる人も必要、わっしょいわっしょいって、はい、やってるのが大きい会社ですもんね。はい、カーシー博士ありがとう、気づきをありがとうです。はい、はい、申し訳ございません。 But しかし、はい、人文科学は文学の研究に限られるものではないよと、うん、理想主義者 NF は社会科学、特に心の癒しや人間の変容、はい、または心の精神を深く理解し、はい、精神的な平和に向かって展開させる
個人や宗教的なカウンセリングに向けられた職業の方でも多くを占めていると、うん、彼らは精神的な健康サービスで大きな満足感を見出し、より対話的で成長志向のカウンセリングや精神療法を提唱するモデルを支持することが多いですと、うん、今もう僕はカーシーだって今、はい、カーシー今誰も日本であまりやってないし、はいはいはい、あやさん本当ありがとうと思ってます、はい、カーシーとの出会いを、はい、でこの人間の潜在能力を探求する運動、特に1960年代に人気のあったエンカウンターグループを含むものは、特にカール・ロジャースやエイブラハム・マズローのような NF 型の人々によってそういうものが築かれたと、うん、当時これは理想主義者の個人成長と自己実現の追求に焦点を当てる役割を果たしました。 NF 型の神父、教師、牧師、ラビなどカウンセラーの役割を果たす傾向があり、信者がより愛情深く敬虔な人間になる方法を学ぶのを助ける精神的なガイドとしての存在ですと、うん、第二次世界大戦後の宗教的実存主義と呼ばれる運動は新しい人間中心の神学を強調し、確かに理想主義者の業績であり、セーレン・キルケゴールからマーティン・ブーバー・カール・バルトなど、まあ、いろんな人がいた、はい、多分そういうの全く興味ないですもん、ね、どういうことですか、そういうなんか人間の成長とか、はい、精神の発露とか、はい、自己の実現、はい、さらっとですよですよね、はいはい、っていうところで、これがまたね面白いのが、はい、チャット GPT に同じようにこのプロス、はい、プロキューピッドウィズモラルっていうのを訳させると、はい、SP の方ではテクノロジーに夢中って言葉を使うんですけど、はい、これをねチャット GPT に聞くと、はい、四季に取りつかれてって出たんですね、はい、あチャット GPT もなんかちょっと NF に寄せてるなとか思いながら、はい、まあ、そういう訳なんじゃないですか、そういうニュアンスが多いってことじゃないですか、あこのでも調べた時は、はい、キューピプロプレキューピッテッドウィズモラルっていうのを調べただけなんですね、はいはい、あそのチャット GPT がニュアンスを読み込んでる、まあ、大規模言語モデルなので、あその意図で使ってる人が多い、なるほど、はい、ではでもウィズモラルとかそのウィズの後が違うだけですよ、はい、あだからその言葉自体をそういうニュアンスで使ってる人が多いよっていうのがチャット GPT、 なるほど、はい、四季に取りつかれてるんですよ僕は、はい、っていう意味で使ってる人が多いっていう意味だと思うんですよね、なるほど、はい、この四季、はい、四季とは精神状態に関連するもので、理想主義者は子どもの頃から自分の周りの人々、愛する人々、クラスメート、友達などが自己についてどのように感じているかに関心を寄せていますと、はい、みんな従業図興味あるよねやるといいよって、はい、うん、何やってんだろう、みんな自分に興味があると思ってる、思ってますよっていうとこですよね、はい、はい、そのため NF の人々は他人の自己評価や自己のイメージ、うん、自己尊重、自己信頼心に関連する感情について、考えていると、うんうん、彼らは他の人々が自己について良い気分を持ち、気持ちを高め、気分を明るくし士気を高めるためにできることすべてを行いたいと考えています、うんうんうん、考えています、はい、今も何もできないって落ち込んでいます、はいはい、多くの守護者も、これは SJ の人たちですね、はい、は他人を助けるというなんか同じ類の興味を持っているが、うんうん、彼らは良心、人々の善悪の感覚について肯定的な自己イメージを育てるよりもより多くの関心を抱いていますっていうのは、はい、まあ、NF の人の方がもっと多くの関心を注いでいるってことですかね、はい、まあ、善悪みたいなの、確かに、まあ、ルールみたいな話じゃないですか、 NF と守護者 SJ はどちらも善、はい、今ここに挙げている、はい、MORALE は、フランス語で、はい、英語のモラルの女性形なんですね、はい、で善の守護者ですが、一
方は幸福なんで、おそらく NF は幸福なんですよ、はい、で SJ は正義、はいはい、まあ、善悪ですよね、正義を気遣っている、はいはい、だ善、同じ善、まあ、同じ善だけど幸せと正義って何ですかね、うん、だから正しいか正しくないかですよね。正義、正義ってことはまあ悪があるわけじゃないですか。その行動は正しいか正しくないかが基準になってるみたいな。なるほど。で NF は幸せかどうか、それは本当にあなたの幸せかみたいな。ちゃだって、ちゃうだってが出るんですけど、はい、え、だって幸せが一番上でしょ。で正義はそのための正義でしょ、はい、上位概念が幸せじゃんって思うんですよ、はい、何正義上に置いてんだよって思いません？その優先で上に置いてるけど、それを達成するためにはルールが必要みたいな、道徳が必要みたいな感じじゃないですか。そのために幸せを犠牲にしてどうすんだよって思うんですよ。犠牲にしてるつもりはないんですもん。だから SJ の人にとってはそうやって幸せを犠牲にしてるじゃんっていうとこじゃないですか。はいはい、はい、申し訳ございません、はい、で式に対する彼らの考えから、理想主義者は人文科学の研究や指導と提唱に関連する職業に惹かれるんでしょうと。はい、本当ね、今どうやってこのカーシーをね、はい、死肉にしマネーが埋めるんだろうって、はい、最大限のマネーを、はい、でもやっぱりマネーを求めてないんですもんね僕、はい、でもこれでマネー暮らしていけるぐらいのって言ってるけど、結局商業には興味がないんですもん。誰かこれを形にしてください、はいはい、僕を売ってください、マネージャー、はい、マネージャーマネージャーマネージャー、はい、すいません。でボケーショナルインタレスト、パーソナル、職場では理想主義者は非常に特別な才能を持っていると。彼らは人材の募集、トレーニング、配置昇進、カウンセリングに惹かれ、驚くべき成果を上げることができます。人々への洞察、人間への潜在能力への関心、熱意を持つことから、 NF の人々は質の高い従業員を見つけ、適切な職位に導き、そのキャリアの過程で成長をサポートする仕事に取り組む際に輝くんだと。ビジネスだけでなく学校でも個々の成長は理想主義者 NF の分野であり、つまり彼らは自然に他人の成長と成熟に影響を与えるのが得意だと。教育、カウンセリング、面接、指導は理想主義者にとって簡単で直感的な取り組みですと。フォーマルなトレーニングがあまりない場合でも NF の人々はフェイバー&マ MAZLISH さん、英語の写真とかは出てくるんですけど、はい、教育者さんが、の言葉で言うように、他人が話すように話し、他人が話すように聞くことができるようですと。他人が話すように話し、他人が話すように聞く、これは若者や高齢者、男性や女性といった異なる人々の間でも成り立つんだと。実際理想主義者は教育を訓練と認定の過程として捉えるのではなく、むしろ個人的な関係の招待状と考えていますと。ある英語の先生がこうやって説明したと。教育はしばしば門番のような役割を果たしています。その意図は人々を評価し、門前払いしたり中に入れたりすることです。私が教育を見る方法は実際にはそれと非常に異なります。教育とは招待状なのですと。それは人々を一種の対話に、アイデアの一連に、新しい考え方、話し方、書き方、読み方に引き込もうとする試みなのですと。教育を人々を引き込もうとする試みと捉えると、それは自動的に関係性とみなされます。そしてその関係がうまくいくと、それは一種のロマンスです。これ今この人にとっての、はい、NF の先生にとっての教育の定義ですね、はいはいはい、個人間の関係を築くこと、特に他人が自己実現を助ける関係を築くことは NF にとって非常に重要であり、他人への思いやりと積極的な関与を本能的に伝えます。教育っていうのは NF の人たちにとって個人的で、ある意味ロマンチックな職業であり、カウンセリングも同様ですと。彼らは他人の
苦悩の本質を見抜き、自己評価が低い人々を落ち着かせ、潜在的な可能性を引き出すことに驚くべき能力を持っています。また理想主義者は何かの運動を応援し、分裂を癒す際にも他人と共感し、個人的に関わり、個人の視点を理解しようとすることが自然ですと。しかし他人との深い関与は悩みの元になることがあると。他人に共感する優れた能力があるがゆえ、理想主義者はしばしば道徳的なサポートを求められ、他人の問題に巻き込まれる抵抗力が少ないように見えますと。わかる。理想主義者は関与を本能的に行うため、簡単に多くの問題を抱え込むことになると。特に理想主義者のカウンセラーは一部のクライアントとの関係を切り離すことを学ばなければならず、そうしないと感情的に圧倒される危険性があります。はい、的確、はいはい、見てるようですね、うん、マザーテレサを目指す NF。 マザーテレサが NF かって話もありますけどね。まあ、うん、はい、性格までは僕もよく分かんないですからね、はい、あ、でもそっか、まあ、性格は知らんが、そういう活動をやってるわけですもんね、はい、そういう、まあ、イメージはあります、はいはい、ガンディもそうですもんね、はいはい、そういうイメージはあります、はい、けど、まあ、そうじゃないみたいな話も聞いたりすることもあるんで、はい、まあ、実際は分かんないって、まあ、ガンディは愛人も何人もいたらしいですけどね、はいはい、